でもそうだといいわね。そうやってまたフラグを立てていくのはやめてください。俺たちはもう一度お前と旅をするからな。え、これあれやろ、一回旅をして大樹がまた会おうぜ、落ちる前のタイミングやろ。みんなと旅しよったよね、その時すでに。その後の過酷な旅とはまた違うかもしれんけど。そっか、時が戻るってことは、カミュの妹はどうなるんだ。ねえ、今なんか平和な感じで過ごしよったけど、また妹はおらん状態になるんか。絶対に元気で帰ってきてね。んては、仲間たちとはお別れができたけど、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。幼馴染お別れすら言えてないけど。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつは。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。行きましょう、ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。この辺よりはるかに前やとしたら全然冒険してない状態。ウルノーガなるものを打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。これどんどん戻っていけるところやろ。え、どの段階？みんなとの冒険。どこだ？すごい平和そう。そっか、大樹が落ちる前やもんね。おー、びっくり。いや、これすでに私装備してたんですけどね。おー。時を超えた旅人、過ぎ去りし時を求めて再び世界を救う旅に出た勇者に贈られる称号。ここでやっとこのね、あの題名の回収クリア後ってどうよ。聖地ラムダだ。マジでさ、仲間たちとの関係とかそういうのが今どういう段階なんかがみじんも分かってないんよね。あら、勇者様、仲間の皆さんと大聖堂へ向かったはずなのに、なぜこんなところに。勇者様がいなくなって、きっと長老様が心配していますわ。大聖堂の方へ戻ってあげてくださいな。やっぱりみんな普通に一緒に冒険した状態よね。じゃあ大丈夫か。うん。おや、勇者様、なんだか落ち着かない様子だけど、気になることでもあるのかい。今はいつだって？いやはや、おかしなことを聞くもんだね。6つの応募を集め終わったとか言って、みんなで大聖堂に向かったばかりじゃないか。仲間たちは大聖堂にいるんじゃないのかい？いや、まああれよね、ドラクエの中での、その、ね、なんて言うん？その平成だの令和だの、そういう年号がないん、概念がないんかもしれんけど、今はいつって聞かれて、応募を6つ集め終わった後とか、そんな答え方せんくない？今は何月何日だよとかそういうことよね。でもまあその段階か。じゃあ十分冒険してきた後やね。勇者様って本当にいたんだ。こうして会えるなんてすごくすごく嬉しいや。勇者様って不思議な人だね。お顔をじっと見ているとお日様みたいに温かい感じがするよ。この世界の自分は自分一人だけなんかな。そこがね、いまいち分かってないんよね。で、どこに行けばいいんだい。本当に過去に戻ることができたのか、聖地ラムダの様子を探ろう。ふんふん。まあ、とりあえず、うろついていろんな人の話を聞けばいいんかな。で、みんなどこにおるって？大聖堂におるっつった？セミカ様、いよいよ、私たちの使命を果たすべき時が、やってきました。
もうめちゃくちゃ普通に過去の仲間と再会しようとしよるね。じゃあこの世界の勇者はおらんのかな。これから集めたオーブを携え悪を払う力が眠る世界ごと時が戻るって言ったし、命の大樹へと。ってことは前の世界は存在はするのか。でも世界ごと戻るんやったら選ばれたみんなも一緒に戻っとるのとほぼ一緒じゃない。記憶をなくしとるっていうぐらいか。何が待ち受けてるのか行ってみないとわかりません。でもたとえどんな災難が起きたって、私が必ず彼をこの手で守ってみせます。彼は私たちの希望の光。その光がある限り世界は闇に染まらない。私そう信じてますから。ベロニカが生きてるよ。だから無事に使命が果たせるよう見守っていてくださいね、セミカ様。いや、無事に使命果たしたんだよ君は。一回ね。まさか今の聞いてっていうか、そのごっつい剣は何よ。いきなりね。今までどこ行ってたの。いきなり何その剣とはなるよね、確かに。ここで長老様の話を聞いてたら急にいなくなっちゃうんだもんな。びっくりしちゃったわよな。じゃあその長老の話を聞き寄る途中で、まあ、こっちの世界に自分が戻ってきたことでこの世界の自分は消滅したってことか。まあ、こっからまた仲間と一緒に歩んでいけるんやったら全然何一つとして不幸じゃないよね。こっちも調子が狂っちゃうじゃない。これから大仕事するってのに、肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。しっかりしてよね、勇者様。きゃー、よかった、戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。は、髪が長い。バッサリ切った髪が長いよ。まだどうしたの、さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そんなの持ってたらやっぱ気になるよね。悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。まあいいや、それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまったよ。始祖の森の山頂にある祭壇に、まだね、こう知り合って初期ぐらいとかに戻ったらさ、みんなよそよそしくて悲しくなるかもしれんけど、ということですかね。全然十分絆はあるよ、しっかり。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。でもどうなん、みんなに説明するんかな。さあ、ウルノーガ、そして長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の大樹へ向かうぞい。おお。てかこれまた向かう感じ？あれ結構長い道のりじゃなかった？そんなことなかったっけ？おや勇者様、少し見ない間に随分凛々しい顔立ちになられましたな。すごい視線をいっぱいかいくぐってきたんで。命の大樹へ続く始祖の森へは、こちらの扉を抜け、参道を進んだ先にあります。ご分をお祈りしておりますぞ。了解です。まあ、そりゃ凛々しいよね。視線をかいくぐってきて、今めちゃくちゃ強くなってるはずなので。びっくりした。急に神が現れた。これは一体どこに向かうんですか？聖地ラムダの大聖堂を抜けて始祖の森に行き、命の大樹への道を開こう。始祖の森ね、オッケー。びっくりした、何がおるんかと思った。まあ、モンスターは普通におるよね。お、なんか仲間におるのが。え、これは、この3人ってこと？ねえってびっくりした。あ、でもあれか、過去に戻ったってことは、あれじゃない？赤い子はおらんわけやね。目が赤い子。あのヨッチは話しかけれないタイプのヨッチですね。あの、ちょっと透けて歩き回りよるけん。そう、ヨッチもさ、まだ全然見つけれてないんやけど、
もしかしてこれあれかな、過去に戻らんとおらんよっちとかもおったりしたかな。まあ、全然世界中くまなく見たわけじゃないけんさ、普通に見落としがあっただけかもしれんけど、まあ、私基本的にね、あのよっちも歩き回りよるけん違うね。基本的にこのメインストーリーを追いよるだけで、やり込み要素とかする人じゃないけんあれなんやけど、ほらほら、よっちがさ歩いて行きよる方向とかに意味はあるんかな。なんかもしかしてそっちの方向に何かあるとか、合言葉が始祖の森、始祖の森めんどくさくなかった？天空の祭壇を目指せ。まあほぼ中央あたりか。あ、お、うん、大丈夫か。さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの。あ、うん、これ同じ下りが前もあった。山頂までもう少しかかりそうね。なんかこういうやり取りあった気がする。大事に会う前の大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。あったね、あったあった、すぐそこにキャンプ地あったし。びっくりした、めっちゃいっぱいよっちおるんかと思った。全然違った。いよいよ明日は命の大樹の元へ向かうのね。なんか緊張してきたわ。ねえセーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。すごい懐かしい感じするな。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。それがね、地に落ちてしまう状態になってしまうのを阻止しなければいけないんだな。そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで、世界の命のバランスは成り立っているの。このね、葉っぱもめちゃくちゃ散ってしまうし。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。そっか、今はまだ取り憑かれとんか。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？ケトスの笛や。もう、ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。それは私の荷物から出とるんやね。もともとベロニカの遺品としてさあ、ね、みんな手に入れたやもんね。おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディの天敵よ。ねえ、ここであの会話があるのか。ん、私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。そうやってまたフラグを立てていくのをやめてください。ふう、夜が明けたぜ、行くか。今度こそ世界が
あれ張ってるのを阻止しようぜ。到着。なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか。間違いあるまい。さあ、6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。おお。全部収まった。あ、この綺麗なやつまたまた来た来た。でもこの道も渡る勇気は出んな。手すりもないし、下は透けとるし、最悪よね。これは虹の橋？なんてまばゆいのでしょう。でも虹の橋を渡るってめちゃくちゃ縁起悪くない？いよいよ、命の大樹へのお目通りが叶う時が来たわね。さあ、行きましょう。ふう、向かいますか。なんか今そこによっちおらんかった。うん、この子も歩きよる子やけんダメか。この子過去におったね。過去にも。ここを上がっていくんかな。よし。あ、ここにもよっちおるよ。その辺に合言葉持っとる子おるんやない？おらん？ああいうのってさ、地面にしかおらんのかな。まあ、上におられても話しかけれんか。ひたすらまっすぐやね。行こう行こう。全然まっすぐじゃなかった。もう速攻で曲がったわ。なに？どうなった？ここや、来た、来ちゃったよ。大樹の神域。うわ、懐かしい。これが大樹の魂。なんだか初めて見る気がしないわ。懐かしいような、怖いような。ほら、ってことはやっぱりみんな一回経験しとるけど、時が戻って、みんな記憶ごと巻き戻ったけど、私だけ記憶を持って巻き戻ってきとるってことよね。ってことはやっぱりあのみんなと一緒なんよね。俺も別事件のみんなっていうわけではないよね。それがね、ずっと昔じゃなくてずっと未来なんだな。世界中の命が集まっている場所なんでしょう。きっと私たちの生まれる前の記憶が残っているのかもしれないわね。いや、何これ、ピリリって弾かれたわ。うん、やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払うもの、おそらく勇者の剣であろう。ああ、もう魔王の剣になってしまったもの。さあ、大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならばあれを手にすることができるはず。来た来た来た。ここでホメロスか。
すっと取ってしまったら、取ったタイミングでホメロスがやってくるんかな。これどうするん？まがまがしいよ。喋った。